ラビスタ、釧路川から見た釧路市中心市街地釧路市は、北海道東部の太平洋沿岸にある市、釧路総合振興局の振興局所在地、道東地方を管轄する国や道の出先機関のほか、外国交換国際機関の置かれている道東の政治の中心都市である。国内の市町村では、面積第7位、人口は道内第6位であるが、 1984年以降は人口減少に転じており、2014年4月1日には全域が過疎地域に指定されている。国際バルク戦略公湾に選定された釧路港を持ち、製紙工場や食料品工場、医薬品製造工場、発電所などを要する臨海工業都市である。また、多くの観光客が来る釧路空港と 釧路湿原国立公園及び阿寒、摩周国立公園の二つの国立公園を地域に有する。釧路という地名の由来は、下記のように諸説あり不明であるが、いずれも愛の語に漢字に当てたものとされている。細岡展望台から見た釧路湿原北海道の東部太平洋側、釧路総合振興局南部に位置する。 釧路市中心部周辺の空中写真。2015年7月11日撮影の40枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。市内を釧路川、阿寒川が流れるほか、阿寒湖、春鳥湖がある。 旧釧路市は平地に位置するため山はほとんどなかったが合併により知らぬか町を囲むような形で西側への飛び地ができ北西部に旧阿寒町のお和だ岳などの山岳地帯を含むようになった北東部は釧路郎湿原国立公園と隣接し釧路郎湿原との境界ギリギリのところまで住宅が立ち並ぶ山地河川故障級温別町部分の401.40 平方キロメートルは、釧路市中心部とは間に、白抜か町を挟んで離れており、大規模な飛び地となっている。このような大規模な飛び地のある自治体は日本でも数えるほどしかない。工述する合併協議の時点では、白抜か町を含めた合併が協議されていたが、白抜か町の離脱によって東西に分かれたまま一つの市となった。住宅団地欠片の帰国分では艦隊。 湿潤気候。日本の気候分類では、太平洋側気候の東部、北海道型に属する。同等の太平洋側ならではの風土が、釧路の気候を形作っている。寒流である親潮の影響を受け、一般に冷涼である。特に夏季は海無に覆われる日が多く、冷涼である。一方、秋、冬、春は日照時間が、比較的、長く、 年を通じての日照時間は、サラエボや東京よりも多い。なお内陸部の阿寒地域では、寒暖の差が激しく、海岸と違い降雪量も多い。夏季は海ムによって真夏日は観測されても、年一回程度で、夏日も少ない。ただし内陸部では、海ムの影響がないため、夏日及び真夏日が続く。冬季は、成功到の冬型の気圧配置になると、 晴れの日が続き空気が乾燥する。降雪量は少ない。海に近い割に真冬日が多く、年に44.7日である。また内陸部では放射冷却現象により、最低気温が氷点下摂氏20度前後まで下がる。近年は全国の観測地点の中でも突出して、年間を通して温暖化が進んでおり、 1910年の観測開始以来、2015年の年平均気温は、過去最高の摂氏7.7度を記録したほか、摂氏7.3度、摂氏7.0度、摂氏7.1度、摂氏7.0度、摂氏6.9度、摂氏6.8度と上位は、摂氏7.2度と摂氏6.9度の2カ年を除きすべて2009年以降の記録である。特に、冬は、 断頭が急増している。また、夏季も猛暑となる年が急増しており、2017年7月の摂氏18.2度、2016年8月の摂氏21.3度は、いずれも過去最高を記録した。これは、2000年の路上のぬさマ橋付近の丘の上から、海沿い市街地への移転も影響しているとされ、冬は海からの西風が卓越しやすく気温が下がりにくく、 なっているほか、下記も内陸からの風によって気温が上がりやすくなっている。同東太平洋側には沈み込み帯である千島海溝が形成されており、地震活動が活発となっている。そのため、太平洋に面する釧路市も地震や津波の被災経験を持つ。以下は主な被害地震と市内の被害。2012年に北海道庁は、 最大クラスの津波に基づく津波浸水予測図を発表した。この想定は17世紀初頭に発生した大津波を参考にしたもので、これによると、串路市街はむね串路外環状道路より、海側の定地側全域が浸水するものとなっている。これを受けて、串路市は2020年にハザードマップを発行した。釧路市では、大雨で雨量が200ミリメートル、 72時間、100ミリメートル、24時間、30ミリメートル、3時間を超えると浸水被害や土砂災害が多発する傾向にあり、十数年に一度程度の頻度で死者や大規模な浸水被害を伴うものが発生している。雨量が多くなる8、9月に豪雨被害が多く見られる。冬季には北海道南岸を通過する。 爆弾低気圧によって暴風雪になることがあり、数十年に一度程度の頻度で長期間の停電を伴うほどのものが発生している。市北部に活火山であるメアガンダケが存在しており、火口周辺で噴出物やラハールによる被害が想定されている。2009年9月末現在消滅集落2015年国勢調査によれば、 以下の集落は、調査時点で、人口例人の消滅集落となっている。釧路市は、釧路市統合年表を作成し、インターネット上で公開している。江戸時代、明治大正昭和昭和平成市長福祉釧路市には65歳以上の、高齢者が53,318人いるが、私立老人福祉施設及び私立特別、養護老人ホームの施設数は例である。 また私立児童福祉施設の数は9施設がある。財政赤流金現在高の状況職員数、定員健全化判断比率資金不足比率氏が出資している法人は2017年1月1日現在以下の9法人がある。都市宣言主な都市宣言。市議会条例定数は28名。議長は松永正明。 2019年5月10日時点での開発構成は以下の通り、同議会衆議院同等地方は住民あたりの医師数は国内で最も少ない地域である。同等の医療拠点である釧路市も同様に医師、医療関係者が慢性的に不足し、地域医療が十分に機能していない。釧路市は過去に国立医科大学誘致に失敗した。 釧路市立博物館釧路市中央図書館海外国内国際連合機関領事館釧路市中心部と釧路港周辺の空中写真釧路は港町として発展した1977年撮影の11枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成 市内総生産では、サービス業、卸売、小売業、不動産業や公共サービスなどの第三次産業が6割以上を占める。製造業も、北海道の中では特徴があり、製紙パルプが市内製造品出荷額の35%を占める。他、食料品26.3%、価格工業17.4%、飲料、 タバコ、飼料12.2%と続く。また2017年現在、日本で唯一石炭を、港内掘りで採掘している。漁業漁業では、スケソウダラ、マダラ、サンマ、イカは、北海道有数の規模で、1991年まで13年連続で、全国1位の水揚げ量を記録していた。しかし2000年以降は3位から12位の間を推移し、 道内でも根室港に一位の座を明け渡すこともあった。明治初期に財閥によって、石炭、硫黄、木材、農水産物の積み出し港として、一大物流拠点を形成し、その後主源依存型製造業が発達し都市が発展した。大規模な港湾を有し、外交としての役割が大きい。また、大韓民国富山、中国大連、中国陳太夫との間に、 国際定期コンテナ航路が開かれ、北海道最大の穀物国際物流拠点となっている。製造業エネルギー産釧路市、知らぬ課長全域が釧路、知らぬ次世代エネルギートックに指定され、ジメチルエーテルの研究、供給拠点の集積を図っていた。夏涼しく冬期間晴れの日が続くという気候を、イかし国内有数の太陽光発電所集積地で、 ある。釧路湿原国立公園、阿寒摩州国立公園への入り口であり、国土交通省の国際会議観光都市として、充実した国際級のコンベンション施設を有し、国連環境会議、第1回日中間観光大臣会合等、数字の国際会議の開催実績がある。商業近距離に隣接する別自治体である、釧路町商業施設も参照のこと、 釧路駅から釧路川までの北大通周辺にビジネスホテル等が密集している。物流釧路市内に本支店等を置く金融機関は以下の通り、釧路を発祥とし全国展開を行う主な企業として d c m 4マック、新た太平洋共発などが挙げられるが、いずれの企業も本社を他地域に移転している。 新聞通信社放送局、釧路公立大学釧路工業高等専門学校、国立市立釧路空港釧路駅ヌサマ橋、釧路交配市になった路線新幹線延伸構想北海道内の新幹線について、かつて札幌釧路間をもつなぐ構想が上がったことがある。1969年5月、運輸省により国鉄構想案も反映、放含させた。 新全国総合開発計画が決定、発表される。1970年3月、当時の自民党案を決議されたとも言われる、鉄道建設審議会作成の全国新幹線整備網要項では、北海道3号線として盛り込まれており、完成目標時期は1985年を想定した。この要項に対し、財源のことを、 まるで考慮していないという批判が起こったため、1970年5月、修正を加えた全国新幹線鉄道整備法が国会で可決された。さらに1973年10月16日に発生した第一次オイルショックの影響で高度、経済成長に限りも見え始めたため、需要抑制及び省エネルギー政策への転換が発表された。この時期に決定された、 新幹線整備計画、新幹線基本計画にも、その影響は強く反映され、整備計画に、北海道新幹線、青森札幌間、基本計画に、北海道新幹線、札幌旭川間、北海道南回り新幹線、おしゃまんべ札幌間は残るものの、他の道内新幹線路線構想は、一切外されることとなった。 路線バス高速バスコミュニティバス高速道路、国道道道道の駅フェリー1972年7月に、近海優先が東京港と釧路を結ぶカーフェリー、マリモ、マシューを就航、翌年にサロマを増配し毎日運行した。オイルショックの影響により、1976年12月21日から、運行頻度を3日に2便へと減便され、マシューは軽戦された。 1990年5月には、サブリナ、ブルーゼファーを新造し、マリモ、サロマと代替。1997年4月には航路を、東京釧路十勝という三角航路に変更した。1999年11月にカーフェリー航路を休止し、大型ロー、ローゼンを東京釧路航路に投入、貨物輸送に特化させる形で、 定期フェリーの歴史に幕を下ろした。東京釧路の高校時間は約31時間。重要無形民族文化財、選択無形民族文化財、史跡天然記念物世界三大有戯道、指定有形文化財釧路市指定文化財なお、釧路市個人像の市川家文書91点は釧路市指定文化財であったが2009年には、 山梨県立博物館が収蔵したことにより指定は解除され2010年度には新たに山梨県指定文化財となった。2001年10月に釧路の会務として環境省により香り風景100選に選定された。ありがとうございます。